しい監督、ロッテが1イニングごとに投手変えてくるから勝てなかった。楽天はロッテのブルペンデーの前に打線の追い上げも届かず、3連敗となった。石井和久監督は、1イニング1イニング相手のピッチャーが変わるのは難しい展開ではあると振り返った。計6人という小刻みな系統を攻略する難しさを語りつつ、9イニングで攻めてるわけで、ピッチャーが我慢して援護を待つことができなかった。噛み合わなかった歯車に悔しさをにじませた。そらロッテが悪いわ。ロッテせこいぞ。吉井のせいか。使ってる投手の数同じやないかい。沢村チャンスあったのに。正論は NG。ヤフコメでバットレイの正論は草。調子のいいピッチャーを9回まで投げさせるとかそれも卑怯やん。現役さながらの緩急。吉井いくらなんでも有能すぎないか。ああ予告先発の投手が出てこなかったのか。それなら少し愚痴っぽくなるのはわからなくもない。楽天はブルペンデーじゃないのに投手6人使ってて草。6点取られた方が問題では？言うて4点って楽天比で言うと打線爆発レベルだよな。関東もブルペンデーもあかんなら何なら打てんねん。